野球のポジション図送球を受ける一塁種一塁種とは、野球やソフトボールにおいて一塁周辺を守る内野種。守備番号は3、英略字は1バイト。日本ではファーストとも呼ばれる。一塁種の主な役割は、他の野手からの送球を受け、一塁において打者走者をアウトにすることである。一塁に走者がいる場合は、投手からの牽制球を受ける役割も担う。 早急を受ける機会が非常に多いポジションであるため、確実に補給する能力が不可欠である。この他に、必須の能力、条件は、上背があること、機敏に動けること、体がよく伸びることである。視察に要する時間が短くて済むからである。また、右利きよりも左利きが一度一緒に有利である。おおむね右の方向へ早急するが、これは左利きにとっては自然な早急方向である。 ためである。グローブも右手すなわちフェアグラウンド側の手にはめるため、ゴロやライナーの処理がたやすくなる。一方で、他の内野手と比べて、ゴロの処理や送球をする機会が少ないため、緻密な連携プレイや華麗なフィールディング、突出した瞬速や強筋などといった能力はあまり重視されない傾向がある。ただし、打者のバントを処理する際は打球に対する素早い反応と、 的確な状況判断が求められる。この状況判断について、岩田博和は、一つの打球に対してやることがいっぱい、あると語る。常実のように、内野手では唯一、左投げの選手が優位性を持つポジションである。一塁からの送球は一塁一種から見て、右側の二塁や三塁への方向が大きな割合を占めるが、左利きの一塁一種は2.3塁方向に、 送球する際、体の向きを変えずに送球体勢に入れる。他の内野手から送球を受ける際、サウスポーの一塁手は、右足とミットを持った右手を前に出す格好となるが、他の内野手は右投げ、すなわち自身の右から左に腕を振ることが多いため、送球は一塁手の右体側に収まりやすい。この時、ボールを受ける手を右手とすることによって、より自然な体勢で補給できる。 また、同時に体は、ホームベースのある左側を向くことになるので、本塁側から全速力で突進してくる、バッターランナーの挙動を確認しやすく、心理的なプレッシャーや、クロスプレイ時のリスクを減じることができる。一塁手への送球また一塁ベース上で、牽制球を受けて走者にタッチする際も、右手にミットを持っていた方が左手にミットを持っている、際と比べ素早く、ランナーに、 タッチできることなども理由である。また、一般に、長身の選手の方が送球を補給できる範囲が広く、野手も、的として、投げやすいため有利とされている。一類種の使用する、グラブ、またはミットに関しては、公認野球規則3.05で規定されており、一類種以外の、野手とは異なる規定がされている。一類手用に作られたミットは、ファーストミットと呼ばれ、一般に、 呼吸のためのポケットが深く、バウンドしてくる送球を受け止められるように縦長になっている。ただし使用が義務付けられているものではなく、通常のグラブで守備につく選手もごく少数ながら存在する。加齢や怪我等により他のポジションの守備範囲が狭くなったため、あるいは、打撃の力量はあるが、守備力が低い選手の出場機会を増やすため、 また、守備負担を減らして打撃に意識を集中させるために一類種に、コンバートされる例が多く見られる。プロ野球における、第一の例としては、藤田平、田淵光一、小久保祐希、稲葉敦則らが、第二、第三の例としては、川上哲次、松原誠、絹笠義夫、落合博光、小笠原道広らが挙げられる。近年のメジャーリーグにおいては、ノマーガルシアパーラ、 アルバート・プホルス、ジョー・マウアーラが一類種へのコンバートの例である。そのため、身体のコンディションに不安がある一方で、経験豊富なベテラン選手や、フィールディング能力は低いが、打撃力への期待から起用された選手が一類を守っていることが多く、一類守備の適性が高い、選手でもキャリアの初期は他のポジションを守り、ベテラン選手や、 外国人枠で登録された選手が退団した後、20代半ば以降に一類一種として定着する例が多い。よって、プロ入り当初から現役時代を通じて一類のみを守り続けた選手は、榎本木八や大貞春、清原和弘などわずかな例しか存在しない。ありがとうございます。